こんにちは。名古屋の伊藤です。今日、えー、サブチャンネルで解説することはですね、変動体の解剖学です。変動体っていうのは、大脳変異系の一部とされています。で、ね、その変動体がどこにあるんだよ、と。っていうのと、まあ、主な役割っていうのをお話ししていきます。変動体。実はね、この脳の模型には変動体を表すものがないので、僕はね、このね、アーモンドを買ってきて代用します。なんでアーモンドか。 というと、扁桃体っていう字っていうのは語源がね、アーモンドになっているんですよ。英語で言うと、アミグダラっていうんですけど、このアミグダラのその語源っていうのがギリシャ語のアーモンドっていうところから来てるので、お、ま、そ、あ、らくね、日本語でもその、えー、アーモンドの当て字である扁桃というものを使ってるのであろうと僕は思います。なので、このアーモンドが扁桃体を表していると思ってください。 教科書で見るとね、こう、変、円形の位置関係として、こう、海馬との関係性とかね、結構見えると思うんですよ。でここ、ここ海馬です。この黄緑色のが海馬なんですけど、海馬の上にこう、ちょこんとこう、乗ってるような感じで結構乗、乗、えー、乗ってると思うんですね。まあ、まさにその通りで、この黄緑色の、え、ものが海馬で、その上にね、なんか、隣接してるとか、直接乗ってるって意味じゃないんですけど、まあ、位置関係的に言えば、この海馬の、 前側の、まあ、ちょっと上側にあるかなっていう感じですね。まあ、解剖書を見るとこの位置関係だと思います。海馬アリーの、海馬アリーのその上、ちょっと前に、この、まあ、アーモンド状のね、変動体がこう座ってるっていうことです。これ後で言うんですけど、まあ、物理的に変動体と海馬っていうのが近いんで、この二つっていうのが密接な関係にあるんですよ。ということをね、また後で言っていこうと思います。で、まあ、これは、えー、変動体の解剖学なんですが、 で扁返答体の役割っていうのは何だよということなんですが、主な役割としては、感情をね、ここでコントロールしたり、まあ、ここからいろんなとこにこう、えー、関わりを持って、いろんな体の反応に、えー、関わっています。どんな感情と関係があるかというと、不安とか恐れとか怒りっていうのが、まあ、なんて言うんだろう、こう、ベーシックな感情ですね。 で、こっから、えー、生存とかね、そういうところに関わってくる感情なんですよね。この不安とか怒りとか恐れっていうのは。というのも、まあ、昔々なんですけど、僕たちがね、こう、なまあ、野原にいてね、いろんな獲物を追いかけ回してた時っていうのは、こう、敵とかね、危ない動物を見ると、もう生きるか死ぬかなわけですよ。 逃げなくちゃいけない。もしくは戦うのか。みたいな感じですよね。例えば、蛇がいる、敵がいる、みたいな感じになると、そこで、あ、やばいぞ、みたいな。これは怖いやつだ。これは恐れだ。みたいな感じで、その、まあ、生存に関わる情報ですね。を、この扁桃体が受け取るんですね。で、こっから、いろんなね、えー、内臓系にもこれ繋がっていくし、いろんなとこにも繋がるんですが、ここで一回、その不安とか怒りとかっていうのを、ここで受信しといて、いろんなとこに、ね、情報を送っていくんです。だから、まあ、 シンプルに言うとここは不安とか恐れとか怒りっていうのを司っているところなんです。で、他にもそういった、まあ、原始的な感情の他に、まあ、喜びだったり、あとは性に関わることだったり、まあ、生存で一番大事なのが不安とか恐れっていう感情ですよね。もう生きるか死ぬかの状況。それに付随して、喜びとか、まあ、のことだったりっていう、うん、命には直結しないかなっていうこともここがやっていきます。だから、 不安、恐れ、怒り。これが、ええー、まあ、優先順位高くて生きるためにね。その次に、性のことだったり、ま、喜びのことっていう、そこまで命には直結しないかなっていうことも、ここがやっていきます。じゃあ、返答体がどういうところとつながっているかなんですけども、さっき言いました、海馬とめちゃくちゃ近いですね。だから、その、感情と記憶が結びつくこともあるんですよ。ちなみに、え、海馬の役割っていうのは、もう、ザ・海馬っていうのは、 短期の記憶ですね。記憶っていうのをここでやってるわけなんですよ。返答体と会話が近いので、そのね、感情と記憶を結びつけるような、こう、役割、連携っていうのもこいつらがやっているんですよ。感情を感じて、記憶を形成するっていう、ここの二つの関係ですね。で、返答体っていうのは、まあ、その恐怖をね、感じるところですよ。で、えー、解と連携して、その記憶をね、植え付けるわけですよ。やばいぞ。これは怖いぞ。で、おい、会話よと。 今のこの状況って将来にも起こるかもしれんからこれを記憶しとけみたいなそういう関係性があるんですね。でも慢性的なストレスを感じるとこの返答体と海馬っていうのがずっとずっとそのやり取りをしなくちゃいけない。ストレスずっと感じる。で、そういう状況になると海馬が萎縮したりっていうことになるので今日はねシンプルに言ってるんですがストレス受けまくって ストレスっていうのは怒りとか不安とかね、そういうものですよ。ストレス受けまくって、返答体がずっと活発になってると、まあ、いろんなところを巡ってね、いろんなところを巡り巡って、海馬が働きすぎて、ストレス受けて、海馬が萎縮する。こっからどうなるのってなると、アルツハイマーの原因になったりするんです。というのもね、アルツハイマーっていうのは神経が萎縮してね、海馬が物をね、覚えられなくなったりっていうことが原因で起こるんで、このね、返答体と海馬のバランスっていうのも非常に大事になるんです。 今日の動画ではですね、扁桃体の基本的な役割についてお話をしていきました。すべてをね、こう、カバーするのはやっぱり難しいんですが、扁桃体の位置関係ね、会話の前にありますよと、アーモンドが語源なんですよと、不安とか恐怖とかそういう、うんまあ、原始的な感情もやるし、喜びとか、まあ、性に関することっていうのもここでやるし、会話との関係性、感情と記憶っていうのもすごく大事になってきます。 もしよければね、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。